アグリな時間 TV をご覧の皆様こんばんは、アグリな時間代表の山下です。今日は2月の18日ですね。いよいよ冬も終わりかなと、春も近づきつつ、暖かくなったりまた寒の戻りがあったりとか、そんな時期なんですけど、今日はNHK にですね、 NHK 和歌山放送局および NHK 関西でですね、私たち のみなべクリッパーズという取り組みが、取り上げられました。ありがとうございます。というわけでその様子をですね、実際ちょっとテレビ放映されてるやつをビデオに撮って、撮りましたんで、そちらをちょっと、こちらの YouTube のアグリな時間 TV から、ご覧いただけたらなというふうに思います。本当にテレビに取り上げてもらうっていうのはね、なかなかなんていうんですかね、いろいろ広く知ってもらうっていう意味ではね、すごく、ありがたいことだなというふうには思いますんで、これを機に、アグリな時間のことをもっとたくさん知ってもらえたらなというふうに思っております。ではどうぞ。和歌山につけたいです。今回福山さんです。はい、今日は全国有数の梅の産地みなべ町の話題です。みなべ町でも農家の高齢化や人手不足に悩まされています。こうした悩みを解決しようと、農家を助ける遠農プロジェクトが立ち上がりました。どんなプロジェクトかご紹介します。梅の花が咲き誇るみなべ町、綺麗ですね。梅農家は今枝を間引く剪定作業に大忙し。この時期大変ですね。はい、梅の実を傷つけてしまう伸びすぎた枝や茶色く枯れてしまった枝を切り落としていきます。足場が悪くかなりの重労働。脚立を使わないんですね。はい、木の上です。しかも切る枝を見極めるには経験を積む必要があります。3年ぐらいちょっと理解するのがかかりましたね。1年通して実がなってるとことか見ると、あの時にいらなかった木なんだなって思って、何年かこう収穫までしてみて分かってきました。農家の高齢化が進み、技術の継承が難しくなる中、新たなプロジェクトが立ち上がりました。ハサミを持って剪定を手伝う頼もしい助っ人、その名もみなべクリッパーズ。戦隊ものみたいですね。かっこいいでしょ、普通の遠農ではできない高い技術で農家を手助けしようという取り組みです。企画したのは山下譲太さん。京都 のお茶の産地で農家さんと、それから若い人たちを紹介するというような事業をやってまして、同じようにやっぱり人手が必要というふうな課題があったんで、初めて来た子がいきなり木登ってバン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 切れるかって言ったら、切れない。それやったらちょっとその剪定の技術を養成するような仕組みが作れたらいいんじゃないかなというふうに思ったのが一番最初です。剪定の技術を身につけるため7日間の研修が行われます。この日は県内外から3人が集まりました。参加者はまず剪定の時期や目的について学びます。大きな実にならない、はい、だから枝を切ってですね、量を調整してやる。その後農園に移動した参加者たち、ハサミの使い方を教わります。ハサミをできるだけ深く入れます。先できると非常に握力があります、はい、力任せじゃダメなんですね。そう、ダメなんです、では実際に枝を切っていきます、これは硬い、左手をうまく添えてやると、こう、サクッと切れるんですね、はい、気持ちいいですよね、はい、アドバイスを受けもう一度うまく切れました。面白くなってきました次に必要なのはどの枝を切ればよいのか見極める知識。全部これを上のやつ切っちゃうと日焼けしちゃってまだ新しい芽が出てこないので、多少こう残しながら。難しそうですね。いい塩梅がね、なかなか、はい、梅の出来を左右する大切な作業のため、教える農家にも力が入ります。一生懸命聞いてくれて、真面目に聞いてくれて、嬉しい。教えがいがあります。
このプロジェクト、農家が助かるだけでなく参加者にもメリットが。選定は技術が向上すると報酬もアップする仕組みになっています。最初は時給900円前後ですが、上級者になると1500円近くもらえるようになります。おー、かなり増えるんですね。そう、魅力的ですよね。参加者の一人、丸山美奈子さん、那智勝浦町でゲストハウスを営んでいます。あの繁忙期は夏なんですよね。で、冬は割と時間があって、その間に技術を習得して何か次の仕事につなげるようにしたいなと思ってます。プロジェクトを立ち上げ、初めての研修を終えた山下さん、確かな手応えを感じています。剪定ってすごく専門性の高い仕事なんですけど、それを学ぶ期間を経て手仕事として身につけて、こう縁のという形で結びつけるっていうのはすごく面白い取り組みかなというふうに思っています。農家と働き手、それぞれの希望を満たす新たな形を、縁農のさらなる可能性が広がります。梅農家の方は体を休めますし、はい、あと梅干しとかね、加工品作りの作業に時間を当てられたりしますので大助かりですね。そうですよね、うん、ご紹介した剪定作業なんですが、はい、実は10月から始まって、はい、およそ半年間続く。そんなに長くやるんですね、はい、その上重労働ということもありまして、うん、高齢の農家の方の中にはこの剪定作業が億劫になって農業をやめてしまうという方もいらっしゃるそうなんですね。そうか、はい、このプロジェクトを通して少しでも長く農業を続けられる人が増えればなと思いました。農業で働こう、応援するアグリの時間、チャンネル登録よろしく。